皆様こんにちは。今回は Get Ready With Me をやっていきたいと思います。はい、では早速メイク始めていきます。これ使います。今日は大好きな加藤ミリアの歌の会っていうなんかディナーショーがあって、私もファンクラブで応募したんですけど、なんと当たりまして、はい、そのディナーショーに行くのでメイクとかやっていきます。場所がですね、ビルボード東京って赤坂のミッドタウンの中にあるやつなんですけど、前にメイクアップフォーエバーのイベントで行ったことがあるんですけど、それで言うと結構近いんですよね、前の席が。でも私の多分番号的にちょっと遠いのであれなんですけど、めっちゃ楽しみです。で、このヘラのクッションファンデーション、前に友達とご飯行くときにつけてたら、なんかめちゃくちゃ褒められて、今日のファンデ何ってすごい褒められて、なんかカバー力もあるんですけど、テカテカではない感じのクッションファンデなので、今日もこれ使います。で、ローラメルシューでしっかりセットさせます。メイクすごい悩みますね。でも赤メイクをしたいなと思ってて、やっぱミリアなので、で、赤リップもつけたいので、パキッとした赤リップに合わせてメイクをしようかなって思うんですけど、どうしようかな。で、服はもう決めてあるので、服と靴は決めてあるのでいいんですけど、髪型がな、切っちゃったしな、どうしよう。眉毛はしっかりめに描きます。ライブは結構、最後は何だろう、ラブランドが最後かな、その次が最後かな。ラブランドの次が最後で、その前結構行ってたんですよ。高校2年生の時から。最近行けてなかったのですっごい楽しみで、まさかの当選でした。で、シャドウ、これ使おうかな。フダビューティーのパレット、赤って感じなので、これを使おうかな。発色がすごすぎるんですよね。でもそこを使います。なのでアイシャドウ下地とかやるとすごいことになります。今日はそのイベントには妹と行くので、妹はそんなにミリアのファンじゃないんですけど、付き合ってもらいます。で、赤色を、怖いな、結構発色がすごいので、これにしようか。で、ビルボード東京のライブハウスって暗いので、ちょっと濃いめにメイクしていきます。いつもよりは下まぶたの際にも入れたいんですけど、際はちょっともっと赤いでしょ。そしたらちょっとぼかそう。キラキラをここにはやっぱり足したいので下地つけて、ちょっと Get Ready With Me なのでお話ししながらやりたいと思ったんですけど、今回メイク真剣すぎて試行錯誤しております。今このキラキラをのせます。悩みながらメイクです。で、やっぱりちょっと引き締めないとなんですけど、目元結構濃いめなのでラインっぽく、どうしようかな。がっつりまずラインを引いてから考えます。ミリア登場でライブでも泣く率が高いので
今回も絶対やばいので、で今回お酒飲みながらご飯食べながらなので、お酒入るともっとやばいと思うので、ちょっとスーパーウォータープルーフにします。これをぼかすのに、このブラックでぼかしていきます。はい、チタゲラします。あ、もう全然関係ない話なんですけど、今登録者数6万7000人とかで、目標の10万人が割と見えてきたなと思うんですけど、10万人いったら、あのグッズっていうか、なんかちょっとしたものをなんかデザインしてできたらなと思ってるんですけど、どうですか？あの T シャツとかマグカップとか、なんかトレーナーみたいなもののデザインができたらいいなって思ってるんですけど、もともとちょっと、もともとっていうか、洋服屋さんをやりたいなとずっと思ってるので、まず10万人記念にその第一歩としていろいろデザインできたらなって思うんですけど、その反応がすごい怖いんですけど、私はやりたいと思ってるんですけど、皆さんどうですかね。可愛いのを絶対作るんですけど、そう、イベントもやりたいと思ってるし、イベントっていうか、なんか私の性格的にすごい前に立って話すイベントとかってすごい向いてないんですよ、私。人前で話すのあんまり得意じゃないので、やるならすごいなんかラフな感じで、みんなもこれ着やすい感じでやりたいなって。あ、ダメだ、泣く前提ないの、これはダメですね。ちょっと落ちやすい、ダメダメ、これはすごい濃いしな。ちょうどいいペンシルが今ないんですよね。あ、そっか、ホリカのでやるの、今ちょっと黒でやっちゃったので、すごいことになったので、これにします。ダークブラウン。そうなので、やるならすごいラフな感じでやりたいなと思ってます、いつか。うん、その機会を作れるように、もうちょっと、もっともっと動画を頑張らなきゃなと思ってます。で、頑張ってます。割と去年よりも今年の方がもう頑張ろうっていう欲がすごいので、ぜひその機会があったら皆さん来てくださいね。結構愛め濃いめです。でもチークはつけないの で暗いので、これぐらいでいいかなと思います。濃いめでも。で、リップは今日はこれをつける予定です。リップテンシティのムーンリングスパイス。これはもう赤って発色するのと同時に、全然一回ティッシュオフしてもう一回塗ると落ちないので、うん、これかな。まあ、ルビーユーもいいんですよね。ルビーユーも大好き。ルビーユーの方がもうちょっとオレンジが入った感じ。これはもうザ赤感じ。もう結構使ってるんですけど、うん、でもやっぱミリアは赤なのでこれにしようかな。本当はあのなんだっけ、レブロンのあのラッカーバームと迷ったんですけど、それすごい落ちやすいので、うん、ちょっとグラスとかについてる嫌なのでこれにします。ちょっと唇が乾燥してない。で、今日はチークを塗らないのでシェーディングを入れます。最近やっとこのブラシも使えるようになりました。可
可愛すぎて使えなかったんですけど、あの限定の使わない方がもったいないと思って今使ってます。最近この梅干し純知ってますか？あのめちゃくちゃ酸っぱい、もうしそ入り梅干し 100% で、本当にもう多分梅干し原材料梅干しとしそしか入ってないので、本当梅干しのタブレットみたいな、梅干しタブレットみたいなのがにハマりまして、私梅干し大好きなんですけど、あの甘い梅干しとかすごあの苦手で、蜂蜜入りとかが苦手で、お菓子とかもあの干し梅の蜂蜜とかもあんまり好きじゃなくって、もろ梅っていうのが大好きで、でこれがあのマツコの知らない世界で梅干し特集やってて、これ紹介されてて、すぐアマゾンで買ったんですけど、ハマりすぎて一個口に入れるともう止まんなくなって、口の中結構ベロベロになって大変なことになるんですけど、今めっちゃハマってます。てかシェーディング入れすぎちゃった、で、ハイライトはライトスカペードに入れていきます。今日行く人いるのかな、なんかインスタのストーリーに載せたら私も行きます DM くれた方が一人いたので会えるかな。でも会場に入っちゃうと多分暗くてあんまりわからなそうなんですけどね。で、マスカラします。これ大好き、これをフルボリュームにします。で、下まつげはあの泣いた時大変なことになるのが嫌なのでこれにします。マグナムボリューム、泣いてもいいよすごいボリューム出た久々にメイベリンのを使ったらすごいボリューム出ました。いいですね。で、髪巻こうかな。このパレットはあのセフォラとかでも売ってるんですけど、あの日本に配送してくれないので私はバイマで買いました。これすごいおすすめです。まあ、普段使いにはちょっと難しいかもしれないぐらい発色がいいんですけど、こう指でちょっとずつ塗れば全然問題ないのでおすすめです。こういうイベントの時すごいおすすめです。で、これでちょっと軽くセットさせます。この方法が一番軽くつきます。もうないな。髪は前髪伸びた、どうまとめてもいいよね。ちょっと軽くウェーブヘアにしていきます。で、今日つけたいピアスがこれなんですよ。ベルシカで買ったフープピアスでドットので、ちょっとリボンみたいな。で、今日はワンピースを着ていく予定で、真っ黒なのでちょっとこういうので、そしたらまとめた方がいいですよね、多分見えないですね。あ、で、後でカラコンします。ゴムで一つにして、で、結構遅れ毛を、くれで出しすぎない方がいいので、この耳の前と後ろもちょっと出しておく、いいらしいです。ここら辺、はい、こんな感じで髪の毛やってる時にあのメモリーカードの容量がなくなっちゃったのでカラコンも入れてリップもつけました。
このリップどうかな。コック2にしようかな。コック2ってあの赤なんですけど、なんかゴールドのラメが入ってて、ちょっと深みが出るんです。コックに塗ってみます。あ、こっちかな。なんかこれ真っ赤っかなんですけど、ちょっとぼかしたりするとなんだろう、ちょっとローズっぽい感じも出てくるので、うわこっちだな。あのレブロンのラッカーバームに似てるのを見つけたんですよ、初めて。このコックニーってやつ、うん、似てる。レブロンの方がもうちょっと深みっていうかブラウンっぽい感じはあるんですけど、でもこれもあのラメが入っていて、ラッカーバームもラメがいっぱい入ってるのでめっちゃ似てます。なので私が激推ししてるあのラッカーバームを試してみたい方はこれ似てます、コックニーで。コックニーとかこういうのをつけるとほんと顔色が明るく一気に見えるのでめっちゃおすすめです。で今日はこれをつけて、で私のお友達がマウジーの企画をしていて、その子がデザインした靴を履いていきたくって、よしこれでメイクは完成です。悩みに悩んでコックニーにしてよかった。でカラコンフレッシュルックデイリーズのグレーを入れました。はい、こんな感じで、では着替えに行きます。あ、髪の毛は後ろはもう短いので適当に結んだだけです。では洋服に行きたいと思います。はい、コーデはこんな感じです。こんな感じでシルバーのパンプスを履いていきます。このシルバーのパンプスがマウジーのものなんですけど、私のお友達がのデザインしたものでめっちゃくちゃ気に入ってずっと欲しくて最近買いました。で、このワンピースもマウジーのもので、この胸元の開き具合とか、あとすごい広がってる感じ、袖もすごい広がってて、ちょっと麻が入ってるので、あの店員さん曰く夏初めぐらいまでは全然着れるもので、ゴム袖なので、で今買いました。でピアスはドットの大きめ、本当はちょっとシンプルめのシルバーのピアス迷ったんですけど、やっぱミリアのイベントなのでちょっと普段とは違うドットをつけてみました。でコートはあのいつも着てるジュエティのファーコート、夜は寒いと思うので着ていきます。でバッグはこのシンプルなブラックのバッグ、これショルダーにもなるものなんですけど、実はグレイルで買いました。めちゃくちゃ安いですけど割と普段でも使いやすいので愛用してます。でこのお洋服の値段とかリンクとかは詳細欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。はい、ではすごく楽しみにしてたミリアのイベントに行ってきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。今こうかな。